まあ、夏のインナー選び、僕がおすすめするインナー選び、今年自分で買ったもの、着てるもの、まあ、僕は白黒サックスっていうのが僕は現代の男のシャツの三種の神器だと思っていて、これマンリコカシミヤのクルーネックのカシミヤティ、これね45ゲージっていう世界で一番薄いニットを作る、ポロといやコットン、コットンといやポロみたいな、まあそのことなら T シャツがあるこんにちは。府警四課に勤めてると言われた進藤です。いつもコメントありがとうございます。めっちゃおもろいコメントがあったから、とりあえず今ちょっとそれ拾ってみたんですけれども、コメントいただけると非常に嬉しいです。皆さん、今年の春夏とか、半袖っていつぐらいまで着るんですかね？なんかそれ、いつまで着るとかって質問してみたんで、コメント欄に答えていただいたら嬉しいです。今後の参考にさせていただいたりすることがあるので、ぜひですね、こういろいろ何月ぐらいまでなりきるよとか、こんなん着てるよとか、ネクタイなんかするかとか、いや、ネクタイするでしょうとか、そんなことをちょこちょこ書いていけば嬉しいです。さて、夏のインナー選び。これは結構大事なことだと思ってるんですけれども、夏にどういうものを着るかっていうのはすごく肝心なことだと思うんですよね。僕は夏はやっぱり軽く着れるとか、でもきちっと見えるとか、そういったこと、あとは清涼感を持ったファッションを提案するっていうのを僕すごい大事だと思ってて、ちなみにですね、今日着てるのはこれめっちゃかっちり見えると思うんですけども、以前サトシーのところで動画であったんですけど、これねウールシルクのセットアップで、これもう一年中着れると思ってて、実際に自分も着てみてめっちゃ満足してるものの一つなんですけど、これ今日上着だけで着てるんですけど、中に珍しく僕ちょっとこうブルー系、いつも無地ばっかりなんですけど、ブルーにイエローとブラウンのストライプが入ったやつにモヘアのタイっていうようなシャツがちょっと甘い感じなので、ジャケットはこうカチッとしたものを合わせてブラックのタイっていうような感じにしてます。ネクタイもあえてカシミヤとかじゃなくて、ちょっと硬質なイメージのあるこういったものを合わせてますという感じのネクタイコーディネートみたいなのもいいですけど、この状態でこれめちゃめちゃ軽いジャケットで、フィンジャックのジャケットばっかり進めるわけじゃないですけど、軽いジャケット着てサイドアップしたらリモートワークするときにどんだけきっちり見えるかっていうのをちゃんとやってみたかったから、これやってみたんですけども、こういったこともできる。まあ夏のインナー選び、これすごい悩まれると思うんですけども、僕がおすすめするインナー選び、今年自分で買ったもの、着てるもの入れましょうというようなところで出しました。じゃあまず一番最初にシャツからいきましょう。シャツですね、一番着るのなんやねんって言われた時にやっぱり白なんですよ。賛否両論があると思うんですけども、例えば白、まあこの白で素材感をいろいろ集めていって、まあ白、黒、これまあ冬も変わらへん言われたら一緒なんですけど、あとはこのサックスブルーっていうのが、まあ、僕は白黒サックスっていうのが僕は現代の男のシャツの三種の神器だと思っていて、これがあれば大体のスタイルに組み込むことができますし、コーディネート次第ではすごくモダンに見せることもできる。たまにこういうストライプのシャツとか入れたらいいんですけれども、まずは僕はこの辺のところをローテーションさせる。白が一番多くて、その次黒で、でちょこっとサックスみたいな感じにするとすごい僕はコーディネートが組みやすくなるかな。ちなみにこの辺のところはもうアイテム何でも合わせれると思うんで、黒のジャケット、ネイビーのジャケット、ブラックのネクタイ、ネイビーのタイ、レジ面合わせてもいいし、まあ、ブラックのシャツに関しては僕はあんまりネクタイはしないんですけれども、すごくコーディネートの幅が広がると思うので、白のシャツ、サックスのシャツ、黒のシャツっていうこの3つに関してはですね、うちのオンラインサイトでも今度白シャツとサックスシャツと黒シャツやるんですけど、なんでそういう風にしたのかっていうのが、白シャツ、黒シャツ、サックスのシャツが着やすいっていう理由で選びました。で今回は僕は朝のシャツとコットンのシャツとコットンリネンのシャツを持ってきてるんですけれども、うちのオンラインサイトでやるときは基本的にスタートはコットンリネンだけでやろうと。コットンリネンが僕が考えるカジュアルからドレスまで結構幅広く着れるシャツだと思っているっていうことで、うちはコットンリネンをやります。ちょっと高級な素材ですし、仕様的にも非常にハンドメイドにこだわったことをやろうと思っているので、値段はそれなり、それなりって言ってもちょっとまだわからないんですけれども、別にめちゃめちゃ安いわけじゃないです。数千円とかにはならないとは思うんですけれども、すごくリーズナブルな値段で、アフォーダブルな値段で出そうと思ってますっていうのがあって、もう一個今年自分のワードローブに加わって、インスタ見てる人とかもう分かっていただいてると思うんですけど、これねアイリッシュリネンとコットンの、まあ、デニムシャツって僕結構ずっと好きで着てたんですけども、夏どうしても暑いで、冬どうしてもジャケットの中にゴワゴワするとか、薄いデニムシャツやったらなんかちょっと古臭い感じがして、ベタッと見えておっさん臭いとかっていうような、そんな疑問があったんで、今回ですね、これ以外のこれおかげさまでめっちゃ売れてる、多分
これ見てる時にもしかしたらもうほとんどサイズ切れてるかもしれないんですけれども、サイズある方は、ぜひ買っていただけたらすごく着回し効くと思うんですけれども、まあこれコットンとアイリッシュリネンをやって混紡して、見た目重厚感めっちゃあるけれども実際に着たらすごく軽い、 T シャツの上から羽織ってブルゾンのようにも着れるし、タイドアップもできるし、ジャケットの中にも着れるし、冬も着れるし夏も着れる、僕は最強のデニムシャツ、カジュアルのデニムシャツができたかなというのがまずこのシャツっていうのは、これアイリッシュリネンコットンのデニムシャツ、ちょっとこうラギッドな雰囲気もありながらスタイリングにもアクセントつくし、着方によってはモダンにもできるしドレッシーにもできるしっていうようなところですごくこれは僕は重宝してるし、買っていただいた方からもすごく好評いただいてる、複数枚買いされた方もいらっしゃるぐらい素晴らしいシャツに僕は仕上がったと思ってます。で、まあシャツが着たら、まあ何が来んねんって言ったら、夏だったらまあ T シャツですわね。 T シャツといえばですよ、ここにちょっと今出してないんですけれども、これマンリコカシミヤのクルーネックのカシミヤ T、 これマンリコのここでマンリコカシミヤについて僕がガチャ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 語ったやつなんですけど、これね45ゲージっていう世界で一番薄いニットを作るっていう機械があって、世界で一番薄いニットっていうのは、まあ、いろんな議論があるとは思うんですけれども、機械的にはこの45ゲージっていうのは一番薄細く編めるっていう機械なんですけど、それで編んだ、ウルトラライトカシミヤの、これは一年中着れるであろう、まあ、半袖なんで、まあ、基本的に春夏だと思うんですけれども、カシミヤの T シャツとこのシャツっていうの、これはね僕最強で、実際にオーダーでいろいろ色も選んでいただいたりするし、カシミヤ夏暑いやろとかっていう人、汗かくとき暑いやろっていうときはもう正直自分で着てますけども、正直コットンよりも全然着やすい、まあ、ちょっと問題は少し値段がする、これは動物繊維の機能性と云々っていうのはいろんなところで話してると思いますんで、またこれマンリコカシミヤのね動画でこういうことをやってどうなんですよとかっていうのをやると思うんですけれども、こういう T シャツポロシャツっていうのはインナーとしてむちゃむちゃ重宝してます。でカシミヤってめっちゃ高いやみたいな話にもなるから、じゃあ他の T シャツどんなんあんねんって言ったら、これねウールの T シャツ、これカット層の選び方って僕すごい大事で、まずフィッティング、あと素材で色みたいな感じだと思うんですよね。フィッティングどうなんやって言ったら、僕はですよ、あんまりビタビタなやつを着すぎない、ある程度体にフィットしたものを着ることってすごく大切なことだと思ってます。これはもうおしゃれの基本だと思うので、あんまりビタビタのものを着ない方が僕は上品に見えるような気がしてます。その方がゆとりもありますし、これ見よがし感もないので、少しだけゆとりがあるものがいいと思っていて、首もあんまりギッチギチ、ゆるゆる、適度なっていうところで、まあこれうちでもオンラインストアでも販売してて、もうこれ着ててめっちゃいいんですけれども、ウール 100% カシミヤほど機能性はないですけれども、カシミヤとウールってこれも値段全然ちゃいますから、それぐらいの機能性の差ぐらい認めてください。ウールもキューティクルがあって、そこの間に汗が入って水分が入って、必要がなくなったら水分を放出するっていう吸湿放出機能っていう機能素材みたいな、天然の機能素材がウールで、それをウォッシャブルに仕上げて、首元がタイトすぎず、身幅も緩すぎず、着丈も長すぎず、ちょっと短めにしていて、出して1枚で着た時に着れる、ウールの表情があるのですごく上品に見えますし、肌触りもいいですし、インナーに着ていただいてもいいと思いますし、1枚で着ていただいてもいいと思いますし、ウールっていうことで夏になったら違うやろっていうような方もいらっしゃるかもしれないですけれども、僕はすごく1年中着ていただく T シャツとしてはすごくいいのかなというふうに思ってます。これちょっと僕も自分の分をまとめ買いしようと思ったら、もうオンラインサイトで売り切れてて、もうちょっとしたら結構先になるかもしれないですけど入ってくるんで、こう興味ある人はね、だっけ、バックインストック、入荷案内、再入荷通知っていうのをやってください。でこれはウールで、これ40何ゲージや言ってたんですけど、めっちゃ気持ちいいから、この素材は僕めっちゃおすすめっていうのが、まあカシミヤ着たとのウールで、もう一個ですね、特筆すべきっていうのは、僕結構半袖の頃でもジャケットの中に着るっていうようなことをするんですけれども、前の動画でこれやってたんですけど、ライダースの中にポロ着るとかっていうようなことも僕は推奨してまして、ポロといやコットン、コットンといやポロみたいな、まあそのことないな、 T シャツもあるなっていうようなところをこうやって合わせるのもすごく僕は素敵なことだと思ってまして、このコットンのこれ飲み屋の T シャツっていうのをちょっと紹介させていただきたいな。フィッティングとしては、先ほど申しましたように、マンリコもそうなんですけれども、タイトすぎず、緩すぎず、長すぎず、短すぎずっていうので、もうええ塩梅になってます。塩と梅とは使ってないけども、ええ塩梅になってるのはこのフィッティングなので、これもう結構ね、もういろんな仕事長いことやってきて、カット層としてはすごく僕は秀逸な素材を見つけたと、これ3つあるんで、マンリコだけニットですけれども、ぜひこれ試していただきたいなとかって思ってるんですけれども、このコットンはですね、スーピマコットンっていうコットンがあって、長長面なんですけれども、そのコットンをジャージ編みして、水の中で、ダイヤモンドのブラシを使って薄く起毛させている。なんで水の中でやんねんっていうと、ダイヤモンドのブラシっていうのはすごい細かい起毛ができるっていうことなんですけれども、外でやってしまうと
摩擦熱で焼けてもう生地が劣化してしまうんですよね。水の中でやることで温度が上がらずに綺麗に起毛できるっていうことで、これもともと 100% コットンなんですけれども、触った時になんかシルク入ってんちゃうかっていう、もう本当にツルツルで、いろんな業界の方にも触っていただいて、消費者の方にもおっしゃっていただいたんですけれども、とにかくめっちゃ気持ちよい。もうこれほんま袖通してみてっていうぐらい気持ちいい素材です。で、薄すぎひんから極端に透けることもないですし、でも分厚すぎひんし、インナーにも1枚で着ていただいてもっていうような、そういう仕上げにしたのがこの T シャツで、これも、また追加入荷ありますから、これ入れといていただければいいと思いますし、1年中着れる。で、このポロ、これも同じ素材で、襟は小襟にしてあって、ジャケットの中に着たらハマるし、ラッキー言ったみたいにライダースの中とか着てもらってもいいし、コーディネート幅的にもめっちゃ広い。こんなですね、カットソーとかインナーの選び方っていうのを参考になったら、これだけでも着こなしめっちゃ広がると思うんですよ。結局着こもなが新しいもの買ってください、なんか違いますよっていうより、うちのサイトでこう見ていただいて、 YouTube 見ていただいて、こういう買い物していただいたらどうなるかっていうところの行く先は、見ていただいた方のワードローブが豊かになるっていうことがもう目的で、僕はこういう発信をしてますので、ずっとこう自分のおしゃれがより深くなるような品揃えをしたオンラインストアっていうのを僕も目指してますし、これを見ていただいた方、参考にしていただいた方が豊かにこうファッションライフを楽しんでいただけるっていうようなことができる YouTube を今後できればと思ってます。先にですね、僕オンラインサロンをやることになりました。詳しくは概要欄に、決まりましたら入れますけれども、オンラインサロンやるでって言ったんで、まあ YouTube とインスタ登録しておいてください。その辺のところは始まりましたらまたメンションさせてもらいます。7月17日、18日、31日、8月1日とですね、17、18はリファーレ自由が丘店、31、1日は TMBH 浅草橋本店の方でマンリコカシミヤのオーダー会させていただくことになりました。さっき言ってた T シャツもそうですし、この前から言うてるここ出てるスーパーカシミヤのニットのオーダー会っていうのができます。それを私が直接接客させていただいてやろうと思ってますので、ご興味ある方はですね、インスタグラム孝太郎新道のですね DM にいただくか、インスタグラムでいただくのがいいかなっていうふうに、マスタープランか孝太郎新道の方にいただければと思います。フォローしてない方は下の方の概要欄からまた見ていただければ、そういったことをやっておりますので、ぜひと思っております。で、本番はここで出したかった。僕ね、めっちゃ好きで自慢したいんじゃないんですけども、このね、薄いゲージのカーディガンっていうのは、僕は今カーディガン着る人少なくなってるんですけど、カットソーの上に着てもいいし、シャツの上に着てもいいし、めっちゃええから、今後またメンションしていただこうと思ってますが、これも自分のところで商品開発してますんで、もしかしたら秋冬見れるかもしれないですというところでした。皆さんご視聴ありがとうございました。登録と高評価をよろしくお願いします。イベントにもぜひ遊びに来てください。マンリコカシミヤ自信持っておすすめできますので、ぜひですね、いいニットが、知りたい方、試したい方っていうのはお越しいただければと思います。山上正則くんのシャツのオーダー会、 TMBC の岡本さんのオーダー会も同時開催しようと思ってますので、詳しくはインスタグラム、 YouTube の概要欄をチェックし続けていただければと思います。ありがとうございました。